願ったって叶わない、信じたって無駄。そう思い込むことで自分を傷つけずに生きてきた。東京の第一クリエイティブ局から転勤になった相葉志郎君はどこや？え、嘘、私？いやいや思ってても口に出せずに受け入れてしまう性格やな。あ、ちょっと相葉さん！ほら、流れ星にお願い事をすると願いが叶うって言うじゃない？だから雪を無理やり星に見立ててお願いしたの。なあ、相葉さん、願うっちゅうのは相手にばっかり期待してたらあかんのとちゃう？ごめん。相葉さんのちゃんとした笑顔初めて見た。私こんなんで生きてていいのかな。好きなように生きとったらええんとちゃいますか。ここにいること